それではいきます。先行 MC 千春、高校ケスランパサラン、発祥節3本 DJ スピンナッシュ。はじめまして、ケサランパサラン、ちょっと間違った、いいぜ、あー間違った、はにかんだ、別にいいぜ、ヒップホップで言うならマザファーカー、楽しみながらやってく、流れていくフォーデスク、すくいわなくたってしっかりとビート合わしながら先見せるハンドルさばき、声変わりもしてない少年、少年へのメッセージ聞いときな、流行りだけじゃヒップホップは語れねえぞ。どっかの YouTube のバトルの完コピーばっかしてんだろ。お前はワナビかなりやばいぜ。俺は罠に落ちるぐらいのバイブスだ。こっそらヒップホップは笑うんじゃねえぞ。なんかヒップホップのこと語ってるけど別にいいんだい。それはあんたのやりたいことやっとけ。俺は俺、俺は俺は軽かな。あんたはあんたでいいんだよ。別に俺たちも肩弾めの常識である。ヒップホップ常識にとらわれない。俺はその文化に惚れてからヒップホップ愛してるよ。いや、何の文化に惚れたんだお前は。違うだろ、間違ってんだよ。ヒップホップは俺の生き様、それを歌ってる。お前らみたいなのがいたらうぜえんだよ、わかるか。いや、アンダーグラウンド地下現場、この場所はそんな軽くねえぞ。ドープ、お前の頃だったら俺はヒップホップちゃんと聞いて学んでたぞ。あんたからしたら俺がうざいかもしれないけど、俺からしたらあんたがうざいんだよ、わかるかな。別にいいじゃん、大人がどうこう、大人がヒップホップのこと語ってる、それがダサいんだよ。俺新たな時代作りてんだよ。別にいいぜ、あんたがやってるヒップホップそれもわかってる上で、俺を自分の時代を作ってくんだよな。自分の作っていく、わかるかな。テイクじゃなくて上がるぜ。ちょっと違うんだよクソガキ、ちょっと黙れ。俺からいつも言ってやるぜ、俺もお前の年の時からやっていたんだ。大人が言うヒップホップが正しいことはね、わかってるぜ。じゃなくて俺が作ってきたヒップホップを伝えてんだよ、お前らにもな。わかるか、アンダーグラウンド現場に来てから言葉を吐きやがれクソガキが。いや、はい、終了。ナイスバトル、やばい、ベストバトルですね。ナイスバトル。それでは判定の方行きたいと思います。先行 MC 千春君勝ったと思う人は、はい。後攻ケス、ケスランパサラン勝ったと思う人は、家でお願いします。先行、千春君勝ったと思う人は、はい。高校決戦さん勝ったと思う人は、家でお願いします。はい、ちょっと待ってくださいね、ちょっと入らないんでね。先行 MC 千春が、はい。高校決戦ランパサランが、家。先行千春くんが、はい。高校決戦さんが、家で、レディージャッジ。いや、ナイスバトルですね、本当にいい勝負ですね、本当にナイスバトルでした。さあいいですね、ナイスバトルです本当に。48対52、延長です。はい。延長ですね。それでは、よっしゃ。